はい、こんにちは、高橋です。今日はね、Zoom 使ってオンラインセミナーを事務所でね、やるんですけれど、で、じゃじゃん、ちょっと見てください。こんな感じのちょっとね、セットアップで Zoom のね、これオンラインセミナーをやろうと思ってるんですけれど、まあ、ここに板書しながら、いや、本当はね、この位置ぐらいにこうやってカメラを置いて、それでいつものようにそこでさ、まあ、立って普通にセミナーやろうと思ったんですけれど、ちょっとまあ、なんか新しいスタイルで座った状態でね、でセミナーをやってみようかなみたいな。まあ、ここにさ、ここももう今椅子片付けちゃってさ、誰が来るわけでもないので、まあ、ここでね、ここしばらくはちょっとセミナー、セットアップ、ここからこんな感じでね、行こうかなと思います。もうこれもだから映さなくていいやみたいなさ、なんかそういう感じでね、ちょっと行こうかなと思ってるんですよ。で、コロナ落ち着いて、まあ、しばらくするとまたセミナーとかいろいろこう復活してくるじゃないですか。その時にここにこう座る人たちが出てきた時にどんな風にこうやっていこうかなみたいなね、ここで、まあ、それがね、だから今後のこう、まあ、課題というかですね、あるんですけど、なんかさ、ここにこうバー座ってもらったとしても、このマックをここに置いとくのはちょっとさ、これはちょっとすげえでかいから邪魔だからさ、この辺にだって座ったらもうホワイトボードとかこんな感じで見えなくなっちゃうもんね。この辺の人とかもプロジェクター見えなくなっちゃうもんね。これはちょっと問題なんだけれど、たださ、オンラインで参加してくれた人たちがさ、僕からするとほらこういう感じでここに顔がさ全部こうボン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 って映るんで、すげえ分かりやすいんですよね。だからね、ちょっとこれのなんか変化球バージョンみたいなので考えていきたいなみたいなね、そんな風に思ってるんですよ。寒っね。まあ、今日はそんな感じでね、ちょっとやってみて、またどうだろう、やりやすかったとかさ、やりにくかったとかさ、ちょっとまた後でレビューしたいと思います。今日はね、 SEO 対策のセミナーね、順番上げるやつ。はい、ということでですね、今 SEO 対策セミナーが終わりました。結局3時間ぐらいやってたかな。くたびれた。で、やってみた結果なんですけれど、っていうかね、こういう普通の、あのオープンセミナーで、普段はさ、いつもこの辺もこうやって立ってさ、ここで普通にセミナーやってるんですけれど、今日は普通にこんな感じでさ、こんな感じで、まあ、座りながらで、ところどころ立ち上がって書きながらみたいなさ、そんなような、今日は初めてのちょっとスタイルでやってみました。そしてじゃん、これこれね、これこのセットアップ、ここに一眼セットして、ミラーですね、で27インチの大きい Mac をここにセットして、で普段使ってるここに16インチの MacBook Pro をセットして、でここに書きながらみたいなさ、こういうセットアップでこうやったんですけれど、結局ね、やっぱりこのここでさ、ここにね、こうやってこのぐらい大きく参加者の人たちがさ、こう映るわけですよ。めっちゃやりやすかった。っていうか今までの中で一番やりやすかったかな、これ。前回はね、あそこの一番後ろにこのカメラを一番奥の壁のところに置いて、でこの辺からさ、こういう感じでいつものこうなんか YouTube を撮ってる画角ぐらいのこの全体でやってたんですよ。だけどね、人の顔は、参加者の顔っていうのは、このちっこい僕のこの Mac の画面の中でさ、このぐらいのちっこさでこう映ってくるんだよ、こうやって。すんごいちっちゃい。すんごい疲れるんだよ、目が。ところが今日は、ここのさ、このデカ Mac じゃん。で、結構大きな感じで、参加者の顔の人たちが、映ってくるので、
今日も6名ぐらいここにね、ぐわー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 ってこう参加ご参加してくれたんですけれど、で目線がここじゃん、上のこのでっかいカメラじゃん、なのでくたびれなかった。でこのカメラがさ、結局こういう風にほらこの位置からこうこうってさ、ちょうどこの辺が収まるぐらいな感じにあのレンズをこう調整しているんですよ。今 GoPro だったらガーッ広いけれど、ちょうどここぐらいがこう映るような、そうすると僕がここに座ってても普通にこれ映るしみたいなさ、そういう感じでやれたんですよ。だからね、ちょっとさ、これもしかするとしばらくはここにさ、どっちにしたってこと誰も来ないから、このやり方でいいんじゃないのみたいな、で新しいまたねちょっと発見でしたよ。だからまあね、これからやっぱりあのZoom 使ったりさ、オンラインでこうセミナーやる人たち、授業やる人たち、ね、講座やる人たちってますます多分増えてくると思うんで、これねちょっとこのセットアップなんかねご参考にしてもらえるといいんじゃないかなみたいな、ちょっとね来週の、YouTube のパワーアップ塾とか、あと社長塾、経営塾、高橋塾とか来週あるんですけれど、その辺もね全部もうオンラインで来週はやっていきますので、このねこのセットアップでいきたいと思います。では、まあ、コロナ自粛を頑張る、週末を、では